やばい、二度寝しちゃいました。よいしょ、よいしょ、これ、これ、はい、カネ登場。行け、もうこんな明るい。はいよ、はいよ。はいよ。いや、今日は朝ごはんちょっと準備が遅れちゃってですね、もうママさんも早番なので、早くから、ごはんミルクあげようと思います。うんち？あ、うんち出たね。うんちが出ましたね。まずうんち拭いてからだ。うんちが久しぶりに出ました。ちょっとベッド確認していきます。今ちょっとお尻を拭いて、ちっこげ、ちっこね、ちっこでてきてね。またうんち、とりあえず止まったね。よいしょ、はい、はい、じゃあミルクいこうね。はい、はい、朝のミルク、かわいい音だ。おしまい、おしまい、ないよ、もう出よ、出よ、出よ、しっかり飲みました。25、さっきちょっと久しぶりにちょっとうんちが出て、でもベッドは綺麗でした。おしっこもいっぱい出たんですけど、最後ちっこいピーピーですね。出ない、出ないね。何かな、いっぱい出てた。はい、あ、でも出てる。あ、出た出たね、出るね、いっぱいね。23日目かな、はい、どうぞ。はい、わかります。ゲゲ393、すごい。でうんこが出たら多分370ぐらいまで落ちるのかなと思います。はーい、大きくなりました。バッタバタなんですけど、なんとか今日は、はいはい、お帰り。タロちゃん出ませんよ、タロちゃん。タロちゃんね、ここお迎えに来るんですよ。タロちゃん出られたら大変なので。はいはい、タロちゃんおいで。はい、タロちゃん、おいで。はい、おいで。チャメ、チャメ。タロちゃん出ませんよ、タロちゃん足でそーっと押さえます。チャメ、チャメ。はい、バック入って。はい、野良を。チャメ。はい、はい、公園も出ない。はいはい、チャメおいで。はい、店長出るの？あ、シュッ、ジローも出る。はいはい。一回閉めるよ、チャメ。無理して。はい、チャメ。いいの。はい。はい、おはようございます。6時15分です。もう本来なら。ある程度全部終わってんですけど、今からこれです。ちょっと二度寝、さっきの画面の通り乱入されて二度寝になっちゃって、えらいことになってます。よいしょ、はい、
上で手まりが起こってます。よいしょ。はい、ちょっと落ちてる。はい、タロちゃん。こっちこっちこっち。よいしょ。よいしょ、よいしょ、はい、タロちゃん。これがまた違うんだよね。よいしょ、はい、どうする。はい、はい、この重ねちゃうね。よいしょ、はい。手まりさん、あと2週間いないですね。2週間切りましたね。あとブラッシングして、ホルモンバランスの関係で、避妊手術をして、まあ、妊娠避妊手術ということで、ホルモンバランスの関係でちょっと毛が抜けていますが、もう生えてきてます。一応新菌ではないという機能チェックも先生のところでしましたので、手前さんちょっとですね、なんか、まあ、今食食べるんですけど食性がちょっと安定しないんで、おエディカン食べるね。いろんなものを、試して、すごいとすごいっていうふうに、よくコメントいただいたりお褒めの言葉いただくんですけど、これも、皆さんの、本当にご支援のおかげです。バラエティに富んでいろいろなものを子どもたちに試しさせてあげることができています。本当に心から感謝しています。ありがとうね。肌が忘れます。よしよし、はい、行って行って、あ、キューちゃんも行った。はい、ヘルモンも行って、ヘルモンも行って、ちょっと、あれ、はい、今日から新兵器です。新兵器なんでしょう。これうまくいくのか、これ。よいしょ、でっかい。よいしょ、でかすぎて。ちょっと思ったよりスプーンがでっかくて、ちょっと今日から手法を変えて、この尺の長いおかわりの間にちょっといろんなことがないかなと思ったんですけど、シャカレーがこれなっちゃってないから、今ここ、あー危ねえ、あー危ねえ、あ、助けてくれ。ここは隅っこが来て入っちゃう、結局おかわりの話しかできなくなっちゃう。よし、なんとかいったか。おお、なんとかいったね。よいしょ、相当でかいので、よいしょ、よいしょ、想像以上に大きかったですね。とりあえずこんな感じ。はい、ごみ、はい、ごみ、はい、いってらっしゃい。白田、こうまるちゃん、マンゴーのこういう風になってます。で、成長しないのはこんな感じで、大きくなって、だいたい指と比べてこんな感じの大きさですね。で、だいたいみんな落っこってて、いいやつが残っていく。
おー、すごい。はい、こんにちは。うん、茶白も元気だね。チュール持ってきたらよかったね。5月1日生まれで、何日目かな、1週間だったね。よくしてもらってます。あ、ショーされちゃった、お姉ちゃんがいた方がね、シャーされないかもおじいちゃん単独だとシャーされちゃうね。ボイスってるね、取らせてね。トラー